皆さんこんにちは、歯学部の三木です。よろしくお願いします。最初の井上先生とその後のお二方がそのウェブス、あ、じゃあブラックボードの使い方をご説明くださいましたので、私はですね、そこで中で使っているコンテンツの方にですね、まあ、焦点を当ててお話をしたいというふうに思っております。で、まずですね、まあ、背景のようなものをお話ししておこうかなと思うんですけれど、ここにありますように、これマルチメディア室、これ歯学部の、建物の中にあるんですけれども、まあ、こういうコンピューターの端末室ですね。でこれ何に使っているかというと、もちろんいろんな使い方があるんですけれども、ご存知の通り歯学部とか医学部っていうのはですね、教養試験っていうのがありまして、臨床実習に進む前にその一定の知識をちゃんと習得しているかどうかっていうようなことをですね、確認するための全国レベルでやらなくちゃいけない教養試験というのがあります。でその中の一つとしてですね、コンピューターベーストテスティングと、つまりその端末を使ってやるテスト、知識に関するテストがあります。でその教養試験 CBT の実施をこのマルチメディア室でやっているということです。でその他にはですね、この BB9 を使って定期試験を実施している例がいくつかありますし、やはりその自学実習のためのオンライン教材を提供すると、でそれを使ってこの部屋で自学実習をしたり、あるいは事業に役立てているということをやっているわけです。それからですね、歯学部は九州大学歯学部は、その教育目的の中にですね、国際的に活躍できる指導的人材を育成するんだというような、こういう目標を掲げてますので、英語の教育にすごく力を入れてます。でその1年生から4年生のすべての学年でですね、歯学英語という科目があって、これは必修の科目なんですけれども、来年度からまたカリキュラムが新しくなりまして、そこでは5年生もやるということになっているんですけれども、1年生からその、ずっとその英語の授業があると。でしかもそのネイティブスピーカー、ジェン先生という外国人教員による対面授業をやっていると。でその もちろん対面授業もあるんですけど、それを補足する形でその、英語教材による自習もできるような環境を整えているということです。でそれはもちろんウェブ上で提供してますので、自宅でももちろんできるんですけれども、やはりこの端末室を使って行うこともあると、こういうような背景になっています。でそういうわけで今日はですね、このコンテンツ、その BB9 上で行っている定期試験 そのやり方とかですね、あるいはそのオンライン教材のいくつかについて、実際具体例をご紹介したいというふうに思っています。でお話しする順番ですけれども、歯学専門英語教材ということについて、具体的にお話しするのと、客観試験で問題データベースというものについてお話をした後に、まあ、間違い探しコースというちょっと名前から何をやってるんだろう、ちょっとお分かりにならないかもしれませんけども、ユニークなその自習教材ですね、これをその BB9 上で提供している実例についてお話をしたいというふうに思います。まあ、最初に歯学専門英語教材についてですけれども、これはですね、平成19年度から21年度だったと思いますが、教育 GP にの取り組みの一つとしまして、採択されたんですけれども、専門知識に立脚した実践英語討議能力の育成と、先ほど言いましたように、この歯学部はですね、世界的に指導的人材を育てるというわけですので、こういうその実践的な英語討議能力ができるように、その英語の授業を1年生か4年生までやっていくと、それをサポートする形で、教材を開発しようというような取り組みになっています。でそこで開発したのが、そのいくつかのたくさん その音声、教材、映像教材で、それをCD に焼き込んだような、そういうメディアで提供すると、あるいはテキストですね、これ PDF で作成しておいて、やはりこれもウェブ上にアップしてあって、いつでもダウンロードして使えるというようなものを開発したというようなことになっています。でここで開発した教材は全部で5つありまして、ステップが分かれてますが、一番最初、非常に基本的なものとして、歯科
歯科に関する英単語2412個をピックアップしてですね、それはまあ音声であるとか、あるいはそのテキストで提供しているということです。でその後がステップ2、ステップ3がですね、まあ、英会話、普通のその診療の場面でよく使われる、まあ、会話、これを初級編として865の会話というようなものが付けられていて、まあ3番目はそれの上級編ということになっています。でステップ4がですね、これはですね、国際学会などを想定してアカデミックプレゼンテーションスキルズということで、そのプレゼンのそのスライドをどういう点に気をつけて作ったらいいんですかというようなことを、まあ、指導っていうか、まあ、勉強するような教材になってます。で最後はですね、これは英語の論文がちゃんと読める、ちゃんと読めるっていうんですかね、そういうことを、まあ、要請するような目的で作られて教材でして、An Introduction to Dental Research というようなタイトルになっております。まあ、こういう構成になってまして、ここにお見せしたのはそのテキストの表紙になってます。ですこれが全部それぞれ PDF になっていて、それに付随する形で音声であるとか映像であるとか、あるいは CD であるというような形で学生に提供しているということです。で今日はですね、この中のこの真ん中のデンタルフレーズ865というものについて実例を目にかけたいというふうに思います。当初はですね、実際ネットワークつないでと思ったんですが、ネットワークがちょっと心配だったので、キャプチャーをしたものをお見せしたいと思います。ですね、そのデンタルフレーズ865というの中のですね、一番最初の、動画ファイルですね、 MOB01 と、WMV と、このファイルがその、オンラインの、BB 上にアップされていて、履修者はこれを自由にダウンロードして自分の手元の PC であるとか、あるいはタブレット、端末というものにこれをその、まあ、入れておくことで ですね、いつでもその読ん見たり聞いたりすることができるというものです。 What seems to be the trouble? My teeth are very sensitive. When do you feel the sensitivity? Whenever I drink something cold, it hurts. I think I have a cavity. Where do you think the cavity is? My back tooth on the left side.My gums are tender, and sometimes they bleed. Do your... ですね、まあ、非常に短い、まあ、コンパクトにまとめられた、まあ、今のは、まあ、一番最初その患者さんが見えてですね、それにどうしたんですかというようなことを聞いている、まあ、シーンということですね。でこれがまあ今ご覧いただいたように、まあ、映像っていいますか、その文字情報の入った音声の、つまり映像なんですけれども、これ今お聞きいただいて分かったと思いますけど、これはアメリカ英語で入れてあります。でこの教材のユニークな点はですね、そのこれは音声だけになりますけれども、アメリカ英語、イギリス英語、カナダ英語、オーストラリア英語と、この4つのそれぞれネイティブスピーカーに喋ってもらった別個のファイルが用意してあって、そのどれでも聞けるということになってます。だやはりそのどこの世界のどこに行ってもその通用するということで、まあ、いろんな英語のまあイントネーションですとか、そういうものをまあ普段から耳慣れてほしいということで、こういう教材を提供しているわけです。ちょっとこれ全く同じ、あいにくとあれ文字が消えちゃったんですけれども、全く同じことを言ってます。 What seems to be the trouble? My teeth are very sensitive. When do you feel the sensitivity? Whenever I drink something cold, it hurts. I think I have a cavity. Where do you think the cavity is?My back tooth on the left side. My gums are tender and sometimes they bleed. Do your gums bleed when you brush your teeth? Yes, usually after I brush my teeth. ということですね。ファイル名をご覧いただければ分かるように、カナダの001ということで対応していることは、まあ、MP3 の音声ファイルで提供されているというわけです。で今のがその私学専門英語教材の一例でしたけれども、次にその客観試験問題データベースという話についてお話に進みたいと思います。6年間の課程が終わりますと、まあ、私学部の学生はまあ全員その
歯科医師国家試験というのを、まあ、受けます。でこれはですね、大部分が多子選択問題で、そのうちの大部分は五子択一の問題で構成されてますけれども、毎年大体365題の問題を、まあ、2日間かけて、まあ歯科医師国家試験の場合には2日間かけて、受けることになってます。で、まあ、その問題はですね、すぐにあの、最近ではですね、大体半年ぐらいしないうちにですね、あの厚労省の方で、まあ、あの公開されると、 PDF の形で公開されてます。でこれはそのちょうど1年前に実施された第106回の歯科医師国家試験問題 A の、 あの PDF ファイルの、まあ、一番最初の問題の例なんですけれども、このように五子択一問題で、しかもこういう、画像を見ながら考えさせる問題というようなものが、この国家試験問題の例になってます。で昔はですね、これあの、スキャンして、まあ、画像としてあの PDF 化したものが、まあ、アップされてたんですけれども、最近はですね、ちゃんとテキストがちゃんと、埋め込まれているような PDF があの公開されてますので、ここからまあテキストと画像を抽出して、まあ使い回しをするということは非常にあの手軽にできるようになってます。そういうわけで、あの実際に実施されたその歯科医師国家試験問題をですね、入手し次第ですね、テキストと画像を抽出して、これをあのデータベース化しているというようなことを行ってます。でそのここで使われるのがそのブラックボードなんですけれども、その国家試験、歯科医師国家試験問題っていう、まあ、これは教員向けのコースになってます、コースになってますけれども、ここにデータベースが組んであって、ご覧の通り、今までに、まあ、昨年が106回ということで、まあ、遡ること11年分になりますけれども、第95回からあの一番直近のものについてのデータベースがすでにあのこのように出来上がっていると。いう状況になってます。でこれの利用方法なんですけれども、まああのまあ、いろんな定期試験に、まあ、教員がこの中からあの適切なものを選んでですね、それをあの使うということに、役立ててもらっているというわけです。ですからこのデータベースあの先生方がご覧になって、あこれを使おうというふうに思ったらですね、そこから選択して、まあ、必要に応じて編集をしたり改変をして、それをあの定期試験等に組み入れるというような使い方をしています。であのその中の一つの実際例なんですけれども、あの歯学部では到達度試験というものを実施しています。これはその5年次の1月3月で、引き続いて6年次になって、5月と7月に合わせて4回実施している、まあ、なんていうか実力テストでして、まあ、その夏休み前までに、まあ、自分の実力はどのぐらいなものなのかというようなことを、まあ、認識してもらって、最後の追い込みに、使ってもらおうということで実施しているわけです。であの形式は、まあ、この画面にある通りでして、まあ、見た目は全くその歯科医師国家試験に準じた形になってまして、まあ、客観試験であると。でこれをあのブラックボード上で実施できるようにしているというわけです。であのこのようなそのウェブ上の、試験ですよね、これテストの、まあ、メリット、まあ、いろいろあるかと思うんですけども、まず第一にはやはり鮮明な画像であるということですね。あの、まあ、これは言うまでもないことだと思うんですけれども、やはりこの医療系の、まあ、歯科医師国家試験はもちろんですし、医師国家試験というものはこういう画像が多用されているということですので、まあ、それに、まあ、あのできるだけあの十分な情報を提供するためには、やはりコンピューター上であの画像を提供するのが一番分かりやすいということです。でやはりそのこの画像を読む、この X 線の画像を読むっていうのは、これは一朝一夕にできるようになるわけではありませんので、やはりこういうことを通して、まあ、日頃から訓練をするというような意味合いもあるわけです。でそれからもう一つは、やはりあのすぐお分かりいただけると思いますけれども、実施したもう直後にその結果が分かると。でそれを即座に学生にあのフィードバックをすることができると。で実際この試験が終わると、その画面を閉じた時点で何点分の何点ですというのが、 それぞれの、実験生に分かるようになってます。あ、分からないにすることもできるんですけれども、どちらでも選択できるというわけですね。であとはですね、これはまあ付加的なあのメリット
メリットと言えるのかどうか分かりませんが、その設問をシャッフルできると、あるいは選択肢をシャッフルできる、つまり私と隣の人は全然違う順番で問題が出題されたり、全然違う順番でその選択肢が提示されるということで、まあ言ってみればその不正行為防止というような意味合いもありますし、当てずっぽうで、まあ、これは多分一番上が正解であろうというようなことを、そういう当てずっぽうで解くというようなことを、まあ、防止す少しでも防止することが効果があるだろうということで、こういう機能も使うことはできる、まあ、もちろん使わないこともできるわけですけど、使うこともできるというわけです。それからやはり今日のこの、話のメインであります、そのデータベースとして利用するのが非常にたやすいということですよね。でそのじゃあ実際どういうふうに利用してますかっていうと、これは先ほどの到達度試験がこれまでにどういうその問題を利用してきましたかっていうものを、まあ、一元的に管理をしてまして、その先生方に提供していると、これまでに何番の問題がどこどこで使われましたと、でその何番の問題というのはどういう領域の問題なんですかというような設問に、まあ、タグ付けができるということですね。まあ、情報をタグ付けできると、でそれを履歴を管理して、これがその出題者間で情報を共有することによって、あまりその出題傾向が教室も去年同じ問題出してたというようなことをできるだけ避けるというようなことができるようになっています。で最後に間違い探しコースの教材についてお話をしたいと思います。でこれはですね、こちらは現代 GP 現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム、まあ、現代 GP ですけれども、それのテーマ6と、教育効果向上のための ICT 活用教育の推進の一つとして、まあ応募しまして採択された間違い探しを基盤とする洞察力育成医療教育と、この平成19年から21年度の3年間で取り組んだものの中で作成をしたコンテンツについてのお話です。この取り組みの目的はですね、ここにありますように、今までの e ラーニング学習モデルにない新しい教育手法を確立し洞察力の育成を行うと。その医療人というのはですね、患者さんの表情であるとかその状況に応じてそのどういうことが問題が起こっているのかっていうのことを的確に気づいたり見抜いたり判断すると、こういう能力が非常に重要になってきますので、これを養う上でですね、これを e ラーニングの学習教材を使って養っていこうじゃないかというような、そういう取り組みになっています。で実際何をやったかといいますと、ウェブ学習システム上にフラッシュコンテンツを作成して、それを実習課題として利用してもらおうと。で何を実際もうちょっと具体的に言いますと、画面内に組み込まれた間違い、ここはおかしいじゃないかというようなことを、判断して指定してもらって、その判断が正しいかどうかというようなことを、まあ、正解不正解というようなことでその場でフィードバックするようなコンテンツを作成しました。でもう一つはですね、よくこれはよくある話なんですが、こういう e ラーニングのコンテンツを作ろうと思うと、その先生方すごいその負担が大きいというようなことをよく聞く話です。でそういうことをできるだけ軽減する目的でですね、パワーポイントによる問題作成テンプレートというものを、作成して提供すると。でそれなおかつ後でお説明しますが、マニュアルを、映像で、作り方を説明するというようなものを作成して先生方に提供するというようなことをこの3年間の取り組みの中で、実施したわけです。でその3年間で800問以上を作成しました。で、この取り組みに対してですね、もちろん外部評価の方々からも高く評価をされましたし、それに加えてですね、第6回日本 e ラーニング大賞と厚生労働大臣賞というものもその、2009年には受賞をしております。で実際の具体的な例をご覧いただこうと思うんですが、間違い探しコース、これ実際には3つコースがありまして、文章題問題と静止画問題、それと動画問題と、この3つあるんですが、そのまず最初にというか静止画問題の、例をご覧いただこうかと思います。問題の領域としては静化学領域になっています。
います。これもちょっとキャプチャーしたものをご覧いただこうと思います。この流れ図の中でおかしいところを指摘して、でもし指摘が間違ったらもう一度取り越すことができて、回答を提出すると、まあ、正解ですというふうに今出たわけです。で、その問題に対するフィードバック、この点が間違いでしたよというようなことが、すぐにフィードバックされると。で、21問あるうちの最後の問題を今解いているところですが、間違いを指摘して、回答提出すると、まあ、正解ですと、まあ、デモですので全部正解、このように、21問が終了するとあなたの正解率は 78% でしたと、合格ですと、多分 60% くらいのところにその合格ラインがあるんだと思うんですが、まあ、合格ですと、まあ、あるいはそれを切ると不合格ですというようなことがメッセージが出てですね、これはもちろんその最終的にはその成績に反映することもできますし、そうでない、まあ、実習教材ですからそうでないことももちろんいいんですけれども、何度でもできるとやり直すたびにその得点が最終得点として登録されますよと、やり直すと前の点数は振り出しになりますという、まあ、システム上そうなっています。で次に同じく間違い探しコースなんですが、今度は動画問題ということです。まあ、基本的には同じなんですけれども、今度は、まあ、動画 の、の画像の中でですね、映像の中でおかしいところをやはり同じように指摘すると。で、問題の領域としては総合診療部での、診療の、まあ、一シーンということになります。で非常に短いんですが、間違いを今僕クリックしたのはお分かりいただけたと思いますが、これはそのフィードバックの画面ですね。実際はここが間違いでしたと。で何が間違ってたかというと、照射器は照射部位に近接させてから照射しなければならないというようなことが、まあフィードバックされて、あなたの回答は間違った箇所をクリックしたのは0回で、正解のクリックが3回ありましたと。ですから正解ですと。いうようなことが、まあ、フィードバックされると、こういう教材です。で先ほど説明したように、まあ、こう教材を、まあ、それぞれの先生方に作っていただく上で、できるだけその負担を軽減しようという目的でですね、まあ、このようなテンプレートを作ってあると。でしかもそのテンプレートの使い方をですね、その映像で説明をしている、そういうものもウェブ上にアップしてあって、それを見ると使い方が誰でも分かるというようなものです。これについてもちょっとキャプチャーをしてありますのでご覧ください。今回作る目標となるのはこの画面です。実際の画像が挿入されている、そしてそれに対する間違い領域の指定が行われている、さらにこの問題の説明となるキャプションが組み入れられている、この3つの要素を満たす必要があります。それでは新しいスライドを押してください。新しいスライドから今回は横型画像問題画面を選択します。そうすると新しいテンプレートが出てきます。画像を追加するには真ん中のこのボタンをクリックしてください。そして画像を追加いたします。次にテンプレート画面でテンプレートシステムパーツへ移っていただきまして、この間違い領域の指定枠をコピーします。今回は2つの間違いがありますので2個貼り付けていきます。アルジネートボールにすでに水が入っているところ、そしてアルジネートが計量されていないところで、最終的にはキャプションを入れます。この場合はアルジネートの電話と画像の挿入、間違い領域の指定、キャプションの挿入、これができれば問題画面は終了です。次はこの問題に対する、はい、
この説明の映像ですね、これがウェブ上にアップされていると。でこのテンプレートもアップされていて、それを用いてそれぞれの先生方がテンプレート、問題を作成するというような、やり方になっています。以上、具体例をご説明するだけだったんですけれども、私からの説明は以上です。ありがとうございました。